フリーメイソンによるルイ16世政権内部破壊工作についてお話しします。1775年、ジャック・ネッケルが著書の中でナポリ系ーモ派のフェルディナンド・ガリアーニを批判し、第52代フランス財務総監ジャック・ティルゴの自由放任政策に疑問を呈します。1776年10月22日、モルパ、現在のフランスのイブリーヌ県の推薦により、ジャック・ネッケルがフランス王室のトレゾール総監に任命されます。1777年6月29日、 ルイ16世がジャック・ネッケルを第55代フランス財務長官に任命します。アダム・バイス・ハウトが財政赤字で苦しむルイ16世に対し、財政の専門家としてネッケルを売り込むことで実現しました。また、ネッケルの職務は事実上の財務総監でしたが、プロテスタントであったため、名目上は在任中一貫して財務長官でした。ネッケルは給与を拒否しましたが、最高国務会議には入れませんでした。主に外国銀行からの借入金の削減、 500以上の官職の廃止、上費の節約、土地税と人頭税の均等分配、地方三部会を持たない地域での議会の導入及び地方議会での租税の合理的配分や公共土木事業の自主的な計画推進、付加価値税の廃止、仕入れする品物の価値を基準に有識額を決定し、品物を担保にお金を貸すフランス政府の質屋であるモンド・ピエテの設置を実行したり、妻・シザヌ・ネッケルとともに 病院や刑務所を訪問し、人気を得ました。1778年、シュザヌ・ネッケルが、ジャック・ネッケルが進める、病院環境の改善や、入院している家族の見舞いをしやすくするための病院改革の一環として、秋修道院を利用した120名を収容できるホスピスを行う、衛生や環境を重視したシャリテ病院を設置し、12名の修道場を雇い、パリのサンシュルピス通りやグロカイユから患者を受け入れました。 患者に対し、洗礼証明書と国会書の提出を義務付け、カトリックであることを証明させました。この病院モデルは、スザンヌにちなんで命名された、プロテンスタントのための、モンペリエ、現在のフランスのエローーの小さな6章の病院を含む、その他病院の開発に採用されました。1778年2月、ルイ16世がアメリカと同盟を結び、アメリカ独立戦争参戦を宣言します。ルイ16世は、戦費を地方債で賄い、 増税は行いませんでしたこれは大半の国民に好評でした1778年4月ジャック・ネッケルが自身の財産から240万リーブルをフランス国庫に送金します1778年9月ジャック・ネッケルがルイ16世に対しアメリカ独立戦争参戦継続による国家財政悪化の懸念から退陣を要求しますしかしルイ16世は拒否しました1779年8月20日 ジャック・ネッケルが設立した州都、ビル・フランシュ・ド・ルエルグ、現在のフランスのアベロン県に第三微分の議員を同数にしたオート・ギュイエン州議会の初めての議会である予備議会が開催されます。メンバーは以下の52名で構成されました。1、生息者10名。以下の司教はルイ16世が指名。ロデーズ、現在のフランスのアベロン県。こちらが議長です。カオール、現在のフランスのロット県。 モントーバン、現在のフランスのタルヌ・エ・ガロング県。バブル、現在のフランスのガール県。そして2番目が貴族16名。5名はルイ16世が指名しました。3番目が第三尾部の代表者26名。町に住む地主13名。田舎に住む地主13名で構成。7名はルイ16世が指名しました。4番目が村に住む王族13名。 5番目がキャンプに住む王族13名。初代プレジエントには、ジャック・ティルゴの友人で弟子のジェローム・チャンピオン・ド・シセがつきました。また、ベリー地方、現在のフランスのシュエール県、アンドル県、ロアール県の一部、アンドルエ・ロアール県の一部、クルーズ県の一部にも同様の議会を設置しました。1779年9月14日、第1回、オートギュイエンの衆議会が開催されます。 本年10月6日まで行われました。1780年、シザンヌ・ネッケルがシャリテ病院の最初の年次報告書の序文で施設の財政効率を維持しながら患者のケアを向上させることを明記しました。また、この年のホスピスの死亡率は17%でした。1780年9月4日、第2回オートギュイエの衆議会が開催されます。本年10月3日まで行われました。1781年、 シャリデ病院のホスピスの死亡率は21%前年比プラス4%でしたただ過密なフランスのボーヌフランスのコートドール県の貧しい人たちに無償で医療を施す事前病院であるオテルデューは25%近くでした1781年5月19日ジャック・ネッケルがフランスの年次報告書の予算を公表して宮廷貴族の年金などを 財政報告の内訳を対外的に示したことで、手当を暴露された低身たちや予算を公表して人気を博したと起こったと、博したと起こった財政官たちからの批判があったことを背景に財務長官を罷免されます。在任中の約4年間で国家負債を1億7000万ポンドにまで増大させ、類16世政権の足を引っ張りました。その後、サントゥアン、 現在のフランスのセーヌ・サン・ドニ県のネッケルの自宅にあやる身分の人間が訪れました。ネッケルは軍事支出、特別支出を払拭し、サイムを軽く見せることがありました。またネッケルはルイ16世や公衆衛生よりも彼自身の兄弟に対する支出の方がはるかに多いことを年次報告書を見せて当人に指摘すると、ルイ16世はそれを隠蔽しようとしました。ネッケルはそれと引き換えに、 最高国務会議への参加を要求しましたが、ルイ16世は拒否しました。これに対してネッケルは報復として国家予算の公開を行い、以下の言語への翻訳もなされ、20万部を売り上げました。その言語は英語、オランダ語、ドイツ語、デンマーク語、イタリア語です。以上です。